アゼイコールルイコールリ道場は、フランスのロワール渓谷、アンイコールエイコールロワール県にある城である。1518年から1527年にかけて建設された、ごく初期のフランスルネサンス様式の城の一つである。アンドル川の中州に建てられ、城の基礎部分は直接水の中に建築されている。世界遺産、シュリー・イシュル・ロワールとシャロンヌカンのロワール渓谷に含まれる。 フランスは一世知性果で徴税関係、トゥール市長を務めていたジルベルトロは、元にあった城を基本にアゼイコールルイコールリドの築城に取り掛かったが、この土地の一部は彼の妻が相続した資産であった。しかし、実際に中央階段を含む築城の進行を支持したのは、妻フィリッパ・レワイであった。中央階段は、名誉の階段と呼ばれ、 アゼで最も斬新な建築の一つである。ベルトロは横領の凶暴を疑われ、1528年、未完成のアゼイコールルイコールリドを逃げ出さざるを得なかった。彼は二度と城を目にすることはできなかった。王は資産を没収し、自分の高級商工の一人に報酬として与える。幾世紀もの間に、城の持ち主は何度も変わった。二十世紀の初め、 フランス政府が城を購入して修復した。内装は完全に一新され、ルネサンス期のコレクションが展示された。現在、城は一般公開されている。全階段横に長く、縦に短いアゼの城のバランスと彫刻装飾は、イタリア風の新古典様式であるが、円水を上に乗せた要塞のコーナー部分、水平方向を強調する横の層で区切られた窓の列。 年番岩の傾斜した高い姉は紛れもなくフランス風である。装飾的な防備機能途中性の塔が成り上がり者の新山町税官に伝統的後期の雰囲気をもたらしている。城の特徴である中央階段は訪問者が入場すると同時に目に飛び込んでくる。階段はブロア城でも見られるような一部が壁にはめ込まれて、 外から見えるフランス風らん階段というよりは、建物内部に収められた形になっている。サラマンダーとアーミンアゼの彫刻の詳細さは、特に注目に値する。1階では、ひだ飾りのついたピラスターが高いベースの上に建てられ、サラマンダーとアーミンを支えている。アゼイコールルイコールリ島の魅力を再発見したのは、ロマン主義の世代であった。バルザックは白を、 アンドルにきらめくダイヤモンドと呼んだ。現在のアゼイコールルイコールリ道場は、19世紀、イギリスの特徴を持つ庭園に囲まれており、新世界から渡ってきたアトラス杉、ラクショー、セコイアなど、特に新葉樹に標本機がたくさんある。ありがとうございます。